はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、恐ろしいことです、ね、できないことを指摘し続けたらその人はどうなるかっていうことをちょっと話してみたいと思うんですよ。たまにね、僕もまあいろんなね、まあ保護者の方、子供さんの関係を見てますけど、たまにこういう人がいるんです。子供ができることはね、見ない、見えないんですよ。できないことだけを指摘し続ける人ってのがいるんです。テストで点ね、テスト持ってくる、80点なんだ、100点の子もいる、20点も間違えるっていう。で、子供がね、頑張って90点取ってきた。でも100点の子がこんなにいる、まだこういう間違いをする。で、頑張って100点取った、でも問題が簡単すぎる、もっと難しい問題ができる子がいっぱいいる。絶えずその人がやったことっていうのをね、全く見ないんですよ。そういう人がね、まあ稀に、まあ稀にって言ってもちょこちょこいます。でね、その子がまあやったこと、やれるようになった、そういったものをね、一切コメントせず、できないことだけを指摘し続けると、人間というのはどうなっていくかというとね、嫌になるんですよ、生きていくこと。これ当たり前のことだと思うんですよ。自分が頑張りました、これができるようになりました、それは何も言えない、言われない。あの子見てごらん、あの子はこんなことまでできるよって言われるんです。これ最初はね、じゃあその子とね、同じようなことまでできるようにしようと思う、やるかもしれない。でもそのうち気づくんです。どんなに自分が頑張っても、どんなに自分が努力をしても、結局自分に欠けているものだけを指摘される。頑張ってもしょうがないんじゃないかってね、何もかも今度はね、何もしないように変わっていくんですよ。何にもしなくなるんです。これはね、恐ろしいことですよ。いつもいつもその人のやったことやできたこと、嬉しかったこと、楽しかったこと、一切指摘せずに、辛かったこと、苦しかったこと、自分にはまだできないことだけを指摘していったら、その人は生きる気力を基本的には失っていくんですよ。それがましてや四六時中一緒にいてくれる親だったりするとね、まあこれはね、子供は悲惨ですよ。子供が何にもしなくなって初めて気づく、まあそういう人はまだいいですよね。何がいけなかったんだろうか、なんでこの子は無気力なんだろう、なんでこの子は何もできなくなっちゃったんだろうか。まあでもね、絶対に自分ができないことだけを指摘し続けたからだとはなかなか思わない人が多いかもしれませんね。まあそれでもね、何をすればいいかっていうとね、考え方は簡単なんです。
子供がたとえ10点しか取れなかったとしても、90点分間違えたとしても、ああこれができたね、それでいいんですよ。20点しか取れなくて80点間違ってきたとしても、あこれとこれができたね、できたことだけをお互いに喜び合ってればいいんです。これが基本なんです。主体性とかね、自分でもっともっと前に出てやってみようとかね、自分の頭で考えて次はこれをやろう、これができるようになったら次はこれをやろうっていう気持ちにね、自然となるためにはね、できるようになったこと、その子が自信をつけたものだけを、あできるようになったねとお互いに喜び合ってればいいんです。そしてそれだけを言っていれば、やがてね、子供自身の方から、いやでもねここできなくてね、今度ここをできるようにしようと思うんだよって言うんですよ。そうするとその人自身は安心して努力ができるようになるんですよ。どうせやったって何も言ってくれない、できないところだけを指摘され、どんなに頑張っても、それはね、その人を絶望に、まあ追い込んでいるっていうことと同じだと思うんですよね。その子を絶望させるんですよ。だから何もやれなくなっちゃうんです。何もやりたくなくなっちゃうんですよ。ああ自分は大丈夫なんだ、自分はできるんだ、自分は一歩一歩前に進んでいけるんだって思ってもらおうと思ったら、ああこれができるようになったね、これができたね、それだけでいいんですよ。そうするとできるようになったねって共に喜んであげるだけで、次はねこうしようと思うんだ、次はこうしようと思うんだ、これができるようになったら次はこうしようと思う、そうやってね自分の頭で考えて、次はこれだ、次はこれだって、自分の人生を作っていくことができるようになるんです。できないことを指摘し続けてもそれは不毛です。絶望しか生みません。だからできるようになったことを共に喜ぶ、これだけでいいんですよ。今日はそんな話です。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。